らもまた永遠の夢を見ている。もうお前の声も届かない。そんな、お前の声に応えてくれる者はもう誰もいない。お前の役目は終わったのだ。終わってなんかない。カイルは必ず私の声に応えてくれるわ。だから、無駄なあがきはよせ。彼らの精神世界に入ったところで目覚めさせることなどできはしない。永遠の幸福を捨てられる人間などいない。人は儚く弱い。だからこそ彼らには神と神の救いが必要なのだ。いいえ、私は信じてるわ。人間の強さを、カイルたちを。仮に目覚めさせたとしても、お前たちに待っているのは悲劇だけ。それなのになぜお前は自らを苦しめてまで進もうとする。あなたの作り出した世界を見た時に思ったわ。もしこれが人々の望む幸福なら、私の役目は終わり、使命からも解放される。そうすればカイルといつまでもいられると。でもそれは間違いだった。たとえどんな結末が待っていようと、歩んでいく過程にこそ人の幸せはある。あの人はそう言ったの。だから私もカイルと共に歩むわ。たとえどんな結末が待っていたとしても。だって私はカイルと一緒にいたいから。カイルを愛しているから。愚かな。その愛ゆえに苦しみも増すというのに。ここはクレスタ。誰？そうか、記憶を封印してしまったのね。嫌なことを忘れて幸せな夢の世界で生き続ける。記憶封印？ねえ、何のこと？これは確かに幸せかもしれない。でもお願いカイル、目を覚まして。お姉ちゃん痛いよ。これがあなたの望んだ世界なの？これが幸せなの？違うよね、カイル。思い出して、みんなのこと、私たちの旅のこと。思い出す？旅？うっ！痛い！頭が痛いよ、お姉ちゃん！辛いのは分かってる。思い出したくないのも分かってる。でも、あなたしかいないの。私が頼れるのは、私の英雄はあなただけなの。だから、お願いカイル、目を覚まして。英雄、そうだ、俺は。これは夢なんだね。すごくあったかくて心地よくて、でもこれは全て夢なんだ。ロニー、カイル、やっぱりあれは夢だったんだな。うん、いい夢だったよな。スタンさんがいて、ルーティーさんがいて、俺がいて、お前がいる。ロニー。けど夢は夢だ。そんなものに何の意味もねえ。俺たちは今を生きてるんだからよ。うん。来るな！お前なんか怖くないぞ！
それにバルバトスってことはこりゃお前らガキどもに用はない。スタント・ルーティを呼べ。ここにいるはずだ。するもんか。早くうちから出てけ。死にたいのか小僧。逃げろカエル。ロニー、スタンザ来ちゃダメだ。逃げろ。無駄よ。これはあなたたちの記憶だもの。私たちの声は届かないわ。父さん。貴様がスタンか。こいつの命が惜しかったら今すぐ武器を捨てろ。私が代わりに人質になるわ。だからその子を離して。目的は何だ。金か、レンズか。貴様らの命だ。これが神の目を砕いた英雄か。ふっ、脆すぎる。父さん、父さん、俺が奴に捕まらなければスタンさんは死ななかったはずだ。そう、スタンさんは俺が殺したようなもんだ。ロニー、しかもそのことをずっと隠してた。知らない方がいい。その方がカエルのためだって。そうやって親友ずらして自分を安心させてたんだ。すまねえカエル。俺はありがとう。え、俺のこと命がけで守ってくれて。ロニがいなかったら俺生きてないんだよね。カイル。それに父さんのことだってきっと母さんとロニ二人で決めたんでしょ。俺が傷つかないように、悲しい思いをしないようにって。だとしたらやっぱりありがとうだよカイル。父さん生きてないの。ちょっと本当にちょっとだけ寂しいけど、でもさ、俺にはロニーがいるから、だから平気。安心しろカイル。お前は俺が守ってやる。スタンさんの分まで俺が守ってやるからな。ここはホープタウンだ。ってことはナナリーの記憶ってことになるな。それじゃあまずあいつを探そうぜ。
るじゃないか。ちょうどよかった。ねえ、私に付き合ってよ。え、付き合うって何かあったの？いやね、最近やたら豊作でさ、食い物が余っちゃってしょうがないんだよ。村中で食べてるんだけど、それでも落ち着かないんだ。カエルたちも協力してよ。へえ、珍しいね。ホープタウンの周りじゃそんなに物が取れないんでしょ？カエル、これはナナリーの夢の中だから。あ、そうか。二人して何こそこそ話してるんだい？まったく怪しいね。あ、いやしかしそんなに食い物が余ってるんなら、今頃墓の前は大変なんだろうな。墓？何ボケてんだよ。お前いつも食い物が取れたら弟の墓にお供えしてただろ。何言ってんだエロニー。ルーは、ナナリー姉ちゃん。ナナリー、その子。その子ってやだね、そんな他人行儀に。いつもみたいにルーって呼びなよ。おいおい、みんな一体どうしちまったんだい？あ、いや。ねえナナリー姉ちゃん、ご飯ご飯悪い悪い、さ行こうよみんな。リアラ、あいつ本当に？ええ、忘れているんだわ、弟さんがもう死んでるってこと。ほら早く来るの。ああごめん。どうしたの？私もなんかこっちに来ると気分が悪く。ほらルーもこう言ってるしさ、戻ろ。こっちには墓しかないし。ちょっと来い。ちょっとローニー、話してってば。姉ちゃん、姉ちゃん。ローニー、ここ嫌いなんだよ。なんかさ、胸が締め付けられて苦しくってさ。だからさ、早く行こうよ。こんなところにいようなんか。ナナリ、いいか、よく聞け。そこにいるルーは偽物だ。偽物って何言ってるんだエロニー。全く冗談ばっかり。これが冗談を言ってる顔に見えるのか。ルーは死んだんだよ、病気でな。そんな、だってルーはこんなに元気に。うっ、頭痛い。なんで？お前はこうも言ってたよ、ルーは自分のわがままで殺したようなもんだって。フォルトナの連中に頭下げて薬もらってればルーは死なずに済んだかもって。ナナリー姉ちゃん、この人何言ってるの？ルー、ナナリー、待って帰る。でもロニーを信じてあげて。お前が後悔してたのも、それこそ死にたくなるほど後悔してたのも知ってるけどな、それが現実なんだ。ルーは死んだんだ。ナナリー姉ちゃん、僕生きてるよ、死んでなんかないよ。ルー、そうだよ、ルーは死んでなんか。目を覚ませ、ナナリー。神様の作った都合のいい夢を見て現実から目を背けて、それがお前の欲しかった幸せかよ。そうじゃねえだろうが。ルーと一緒に精一杯生きたことがお前の幸せなんだろうが。ナナリー姉ちゃん、僕死んでなんかないよ。そうやってルーと一緒に生きて手に入れたものが山ほどあるだろうが。命ってもんの大事さも、大好きな奴を守ろうとする意志も、全部ルーからもらったんだろうが。ナナリー姉ちゃん、僕を見て、僕はここにいるよ。思い出せナナリー、本当のことを、お前の本当の幸せを。ルー、ここに眠る。そっか、私。ナナリー姉ちゃん、僕生きて。ナナリー姉ちゃん。姉ちゃん、バカだった、あんたを死なせちまって。ずっと後悔してた、頭の隅で。いつも
ルーが生きてればとか、そんなことばっか考えてた。挙句にこんな夢見させられて、満足してあんたと生きてた時間全部忘れちまってた。姉ちゃん、僕でもそれもおしまい。姉ちゃん、やっと全部思い出せたから、だからバイバイルー。ロニー、私いいから泣け。顔を隠しといてやるから。ロニー、つらかったな。でもこれでよかったんだ。そうだな。またか。悪夢はいつもここから始まるな、シャル。最後はジューダスの記憶か。正確にはリオン・マグナスの記憶ということになるがな。ちょっと誰か来るよ。何のマネだ、リオン。見ての通りだ。ここから先へ進みたければ僕を倒してからにするがいい。何言ってんのよあんた。今が非常時だってことぐらい分かってんでしょ。そんなことは関係ない。僕は与えられた役割を果たすだけだ。お前たちを殺すというな。目を覚ますんだリオン君。君はヒューゴに利用されているだけだ。その通りだ。僕はヒューゴにとって使い捨ての駒の一つに過ぎない。そんな、そこまで分かっていてどうして。僕には守るべきものがある。それだけのことだ。覚悟。